お家で学べる海の教室 in 沖縄。はい、たーい、担任のミリーです。私がいるのは沖縄県恩納村にあるザネー浜という天然ビーチです。見てください、この綺麗な海、めっちゃ最高ですよね。今日は私たちがこの綺麗な沖縄の海を守るために何ができるのか楽しく学んでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。こんにちは、ミリーと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナチュラルブルーの星原です。よろしくお願いします。今回教えてくれるのはナチュラルブルー代表、星原隆義さん。ダイビングインストラクターや自然ガイドなどの経験を生かし、地元の子どもたちに沖縄の自然の素晴らしさを伝えている海の先生。星原さん、はい、今日は海を守るために私たちが何ができるのかいろいろと教えてください。はい、わかりました。じゃあそれではですね、早速、はいはい、シュノーケルの方に、はい、参りたいと思います。海のことですか？いいですか？はい、じゃあそしたらですね、はい、まず早速行きたいところなんですが、はい、ミニさん、ここでクイズです。この海なんですけど、はい、海の生き物、全体の海の生き物の中で、はい、サンゴ礁に住む海の生き物、どのぐらい、何パーセントとか何分の1とかどのぐらいいるか分かりますか？どのぐらいだろう、想像つかないです。想像つかないですか、うん、実はですね、はい、4分の1、25% もですね、はい、サンゴ礁の海の中にですね、住んでいるんですよ。そうなんだ、結構多いですね。結構多いですよね、うん、でさらに言うとですね、はい、その沖縄のサンゴ礁の海っていうのは、うん、地球全体の海の中でですね、はい、たった 0.2% しかないんですよ。めっちゃ贅沢じゃない？そうですね。そうなんですね。その中にギュンとこうね、25% がいますので、めちゃめちゃ濃縮されたですね、海が広がってるっていう。うわー、楽しみ。なんかそれ聞いた上でやっぱ行くと違いますね。そうですね、はい、こういう知識を少し持ってから海の中入るとですね、また違った見え方が、ね、はい、しますので楽しみですね。楽しみ、貴重な時間よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。行ってまいります。はい、じゃあこちらのロープ、はい、お捕まりください。はい、あサンゴの種類もですね、世界では800種類見れると言われてるんですけど、沖縄では400種類半分見れちゃうんですよ。そうなんだ、はい、めっちゃ気持ちよかった。分かったことがあります。海の中、ポケモンの世界。めっちゃよかった、超綺麗。星原さん、この海を守るためになぜシュノーケリングが関係してくるんですか？それはですね、はい、実は沖縄の子どもたちって海が近くて、海には行くんですけど、うん、海の中覗いたことがない子が結構多くてですね、うん、結構驚きで、自分自身もですね、はい、なので、海を守るっていうことを考える前にですね、海のことをそもそも知らないと守ることにもつながらないので、うん、はい、知ってもらって、そして、あ、こんな綺麗なとこがあるなっていうところからですね、守る気持ちにつながるという。なるほど、ね、はい、いや、私も今日こうやって一個一個ね、お魚とかサンゴとか説明してくれて、はい、もっと海好きになったので。あ、よかったです。そういうことですよね。そういうことなんですよ、まさにそういうことです。自分たちの地域にある、近くにある海がこんなに素晴らしいんだっていうのをまず知ってもらいたくてですね、やっぱり環境問題ってなると、うん、
小難しいことが多くなってくると思うんですが、そういうことを伝えるっていう前にですね、私としては、共感してもらう楽しさの共感なんですけど、あ、楽しいな、すごい綺麗だな、すごいとこなんだな、共感していくことが、楽しさの共感をしていただくことが、守ることにつながるんじゃないかなと考えています。素敵です。もう海大好きになってもらいたいですね。はい、本当に。続いてはですね、はい、シュノーケルでたっぷり、楽しんでいただいたので、はい、今度はですねちょっとこう恩返しじゃないですけど、うん、ビーチの方にですねゴミがたくさんやっぱり、あるので、はい、それをですねビーチクリーンで拾っていただいて、はい、やりたい、いいですね。でそれを拾いながらちょっとまた、はい、沖縄の海について現状についてですねちょっと考えるきっかけ作りもなると思うので、早速やっていきたいと思います。わかりました。はい、それではビーチクリーンやっていきましょう。イエーイ。結構最近はこういうバーベキューゴミっていうんですかね、はい、こういうポイ捨てゴミが多かったりしますね。え、これ本当ですか？誰かが置いたんじゃないですか？本当にそんな感じですよね。あ、そっちにもたくさんある。はい、まるで、 こんな感じです、はい、わざと置かれてるかのような。本当ですよね。はい、こんな感じでたくさん遊ばれるのは全然いいんですけどね、このあとですねルール守っていただける、はい、あとは日焼け止めもそうなんですけど、こういうも実はサンゴにとって有害物質が入ったりなんかすることもあるので、はい、嫌だな。すごいですね。はい、私よくシュノーケリングとかするんですけど、こう先ほど言っていただいたように恩返しっていうのできてなかったなと思ったので、うん、これからたくさんたくさん恩返しするためにビーチクリーンの方にもやっていきたいなと思いました。 ありがとうございます。はい、そういう気持ちになっていただけたことが、我々ってどっちかっていうとやっぱりきっかけ作りしかできないので、いいツアーだとかいいものっていうのはその後何かこう影響を、起こしてもらうっていうものだと思ってるので、はい、そういうふうに思っていただけると嬉しいです。改めて聞きたいんですけど、はい、この綺麗な海守るために私たちが何ができますかね。はい、やっぱりですね、先ほどもミリーさんがですね、はい、好きになってくれたっていうこと、これに尽きると思います。はい、知らない人っていうのが多いと思うので、はい、知ってもらう、まずはそこから楽しんでもらう、好きになってもらう、そして好きだけじゃなくてその好きを伝えていってもらいたいんですよね。はい、広げていって、そうですね、たくさんの人に。はい、星原さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しかった。海と日本。